ボートレース平和島のゴールデンウィークシリーズ第47回京急電鉄車掌杯、初日の熱戦はこれより後半戦、7レース予選競争が始まりました。対戦メンバーは1号艇菊池峰春、2号艇藤井大賀、3号艇遠藤圭吾、4号艇門馬優太、5号艇佐藤翼、6号艇阿波克也、以上の6選手の対戦です。風は現在ホームスレッジ側では追い風状況、風速としては3メートルから4メートル前後となっています。インコースへ向かっていきます1号艇の菊池峰春、今日は11レースとの2走で、ここは高枠の一戦。そして2コース2号艇の藤井大賀です。自身初の2コース進入となる2番の藤井、コーモーターが後押ししてくれるでしょうか。3コースには3号艇の遠藤圭吾は構えて、ここまでがスロー。3艇が引っ張って、4コース角には4号艇の門馬優太、5コースには5号艇の佐藤翼。佐藤は平和島畜生に続く今年2回目の登場、今日は12レースにも登場します。アウト6コースは6号艇の阿波克也、実績ある48号機を引いて、今日はここ1走スタイル3対3、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。1、2コース好スタートになりました。4コースからは4号艇門馬、1周1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇の菊池、そして外から5号艇の佐藤が握っていきます。内側からは6号艇の阿波が指してバックステッチへ入りました。さあここは前の争い競り合いになるか、まくった5号艇の佐藤、陰線1号艇の菊池、内から指していった6番の阿波、現在はこの3艇が固まって1周2マークへ向かっていきます。スタートは前艇正常、2マークですが6号艇の阿波が先手を取っていきます。6番の阿波直線コーストップに立ちました。2艇進から3艇進前ですが、追いすがる5号艇の佐藤、さらには1号艇菊池、直線ですが6番の阿波が突き放して2艇進リードを取りました。そして2番タラスイに変わります。1号艇の菊池、5号艇の佐藤が並んで2周1マーク、内から牽制して1号艇の菊池、5号艇の佐藤と競り合いになって、内側からは2号艇の藤井もやってきてバックステッチへ入っていきます。2着争いが混戦ですが、前は6号艇の阿波克也抜け出しました。大きくリードを作って2周目2マークに移っていきます。そして2番タラスイですが、依然インコース5号艇の佐藤、外は1号艇菊池、この2人の競り合いが続いています。2周目2マークでは5番の菊池がコーナー先、5番の佐藤が先手を取ってリードを取ってきました。1号艇の菊池は3番手となって、上位はここで6番5番1番で最終周回です。トップ独走は6号艇の阿波克也、大きくリードを作りました。3周1マークを旋回、2番手は接戦でしたが、5号艇の佐藤翼が競り勝ってリードを取っていきます。1号艇の菊池峰春単独3番手、後ろは定冠が開いて、後方は4番の門馬、2番の藤井、ラストは3番の遠藤となっています。残り半周を切りました7レースの予選競争、先頭は6号艇の阿波克也、今日はここ1走白星としました。2番手は5号艇の佐藤が続いて、3番手は1号艇菊池、上位3艇6号1で7レース予選競争はゴールです。先頭6番阿波1着でゴールイン、2着は5番佐藤、3着は1番の菊池ゴールイン、4番門馬、2番藤井、ラストは3番の遠藤ゴールインです。第7レース1着阿波克也選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はここ1回走り見事に白星になりましたけれども、はい、いかがですか、思い描いたようなレースになりましたか。そうですね、足展開が良かったですね、うん、足もいいですけど、はいはい、映像を見ながら細かく伺ってまいります。昨日の前見でも評判も高かったですけれども、やっぱり足自体もいいですか。そうですね、うん、スタートに向けてはこれはコンマ1台の後半でした。ここはいかがでしたか。まあ、大体展示と似たような感じでいけたんで、はい、こんなもんかなっていう、はい、で1マークですけれども、展開というお話がありましたけれども、佐藤翼選手が攻めていって、そうですね、うん、翼が本当にいい展開作ってくれたんで、はい、助かりましたね。でここは2番3番の間ですけれども、思ったように船も動いてくれましたか。そうですね、どちらかというと本当出足の方がいいぐらいなんで、出足行き足その辺がすごくいいですね、うん、位置関係としては、はい、外の2点もちょっと捕まえた感じはそれでもあったんですか。そうですね、はい、うんうん、で2マークを先に回っていきます、はい、モーター自体は問題ないというところで、いかがなんでしょう、48号機この後の戦いでチルトを上げる可能性があるのかどうか、はい、まあ、状況次第ですね。風がやっぱ追い風貴重なんで、追い風が吹いてる間は多分そんなに跳ねないと思います。あ、それはですから、まあ、活かせるような状況になってくるかどうか、チルトを跳ねてもということですね。はい、そうすると今のゼロというのが、まあ、一つベースにはなる可能性が。そうですね、0、0、5ぐらいが多分メインだと思います。
わかりました、はい、白星ということでゴールデンウィークシリーズファンの皆さんもこれお喜びだと思いますし、はい、あとあこれ T シャツがそうですこれ岡にもらって、はい、1等取ったら来てくれよって言われたんで、うん、岡ペンやったよって言ってくれって言われたんで、はい、優しいですね阿波選手、はい、これだけです、はい、おそらく岡元選手も喜んでいると ね、 ね喜んでくれるといいです、ね、はい、ぜひともまたその T シャツも見せにそうですね、また見せられればいいと思います、はい、いうふうに思いますので、はい、もう一言ゴールデンウィークシリーズファンの皆様にメッセージをいただけますか。はい、最終日まで精一杯走ります。お願いします。7レース1着阿波選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。